いいつも一人だったったていうね、孤独感っていうのはう私の場合はずっと前からもう小学校高学年ぐらいからあったかもしれませんもっと前かなどこも自分の居場所じゃないというような苦しさがもうとにかくあった。 ペンネームモンさん、22歳の男性から頂い,いたお悩みです。タイグ・オシさん、はじめまして。私の悩みは、ズバリ人間関係についてです。というのも、私は今、大学生なのですが、高校に入学したあたりから、同級生とのコミュニケーションの仕方がわからなくなってしまったのです。中学生までは、小学生の時から長年付き合ってきた友人、同級生と、 うまくコミュニケーションが取れて楽しい充実した学校生活を送っていたのですが高校生になって周りが全く知らない人ばかりで人見知りをしてしまいあまり多くの同級生とは関わることができずあまり人間関係的には充実していない学校生活を送ってしまいました。高校を皮切りに今まで 自分はどうやって人間関係を構築していったかをわからなくなってしまい自分に自信を失いそれから今に至り今では仲の良い友達以外の他人と仲良くしたくともよそよそしくしか話すことができずそのためなかなか他人と仲良くなることができませんそんなうまくいかない他人とのコミュニケーションと孤独感がここ何年かの悩みであり スストレスでもあります私は今後このような現状を打開するためにはどのようにすれば良いのでしょうか教えを頂けたら幸いです熊ンさんはお寺と聞くとどのような環境にあるということを想像されるでしょうかおそらく熊ンさんに限らず お寺とか修行道場とか禅寺とか聞くと少しこうなんとなく山の中にあるようなイメージを持たれるんではないかと思いますもちろん都会にあるお寺もありますけれども古来からお釈迦様の時代からお寺と言われる場所ね修行道場は少しこう人里離れたかといって まああの完全に誰も来ないような山,も山奥にあるお寺もありますけれども奥のお寺はそこまで奥に入らずでも都会の喧騒を少しこう離れたところにあった、まあ、もちろん都会にあるお寺も今はね街中にあるお寺もありますけれどもでもまあ時代の流れでどんどんこうお寺の周りが開発されていったっていうだけで、えー、元来お寺は少しこう皆さんの住むこう里山から。 奥山へ行く、この中間領域に作られたものですで、なぜお寺がこう街中の皆さんにとってねコンビニエンスストアとは逆にですねすごい便利な場所になくてちょっと辺鄙なところにあるのかって言ったらそれは修行する場所だからなんです心をいろいろな雑音から少しこう遠ざけてね、体を 都会の喧騒から遠ざけてそして、えー、自分を見つめたりとか心を穏やかに落ち着けるというために刺激があんまり多くないところへお寺を作ったわけです。でもあまり山奥に行き過ぎると昔のお坊さんは当然その自分で生産活動をしませんからね。本来お坊さんは自分で ビジネスを仕事をしてお金を稼ぐということをしませんしまた昔の修行道場ではそれは戒律でいめられてましたなので宅発に行ってあるいは皆さんからお布施を頂い,いて食べ物を頂い,いて着る物も頂い,いてその代わり修行に専念するってそのような関係があったわけです。今、熊本さんのお悩みは 友達関係ですね、えー、今大学生なのでね一番こう高校生の時までとはまた違ってね、えー、運転免許も取れるしもう二十歳超えたらお酒も飲めるしで就職活動なんかも含めてきてこうだんだんこう子供から大人になっていくっていう感じがあってですね一番みんながこう親の保護か監督かからなんだくこうう 羽ばたいていく前のそれでいて高校生とまた違うねこう複雑なでもとても楽しいそしてまたワイワイやりたい時期ではなないかなと思うんですで、す人間関係を構築するっていう非常に難しい言葉を熊本さん使ってらっしゃるんですけれどもまあ小さい時はそうではなかった小学校の時以降はそうでもなかったんだけれども高校以降からここへ来て。 友達作り、人付き合いというものが苦手になってきたっていうことなんですがまあ本当に小さい時は当然学校と家との往復でその群れの中にね集団の中に放り込まれて放り込まれてというか好んでそこにいるわけですけども小さい子たちはみんなと一緒がいいですからね。で知らないうちにみんながやがやとやっている。 だけれども、それががだだんだんこう自我が芽生えてきて、きそれぞれ自分の好きなものがよりはっきりして嫌いなものがよりはっきりしてきて好きな子は好きな子で嫌いな子は嫌いな子を避けてだんだんこう自分というものを見つけながら大人になっていくという中でねわいわいみんなと仲良く楽しくふざけたり関わったりしたいと。でも同時に、 他の人との距離感とかな,なんとなくこう自分が関わりづらいとかそういったものをねこれワイワイみんなと楽しくそうにやっている人もモンさんのようになんとなくこう友達とうまくいっている感じがしないなと思っている人もどこかでみんなそう思いながら社会の中でうまくやっているようでそれでまたこう自分っていうものを。 がななななな、んんとととくみんなと合わないなというこのねこう自我自分というものと社会の中での自分というものとこのみんなとは違うという,う自分の「俺ってどういう人間なんだ」とちょっとこう社会と切り離して自分を確立していくといいますかね自分をができていくというこのこのね微妙な関係の中に今 熊本さんいいらっしゃるのかなと思います。これは自然な流れで私も実はこの一問一答の中で何度も話しているんですけどもうまさに私も同じような大学時代を送りました。一見友達と仲良くしているように見えてカラオケ行ったりとかねあのボーリング誘われて行ったりそれは楽しい時もありましたけれどもどこかでね私はこれこの人たちの仲間に入れてもらってるんだろうかとか。 自分もそこへ「仲間仲間」ってベタベタっとくっついていかなかった自分もいたんですけど幸いにして声をかけてくださる友達もいたんですけれどなんとなくねという微妙な大学時代を過ごしましたで私の場合あの実は大学生の時に同棲してたんですけれどもといってもあの女性じゃないです男性なんですけどあの大学入った時に寮に入りまして でその寮がねやっぱりこう、ルールが非常に厳しいのであのアルバイトも禁止だし門限もあるしちょっとそういうところからみんな自由が欲しいってことで飛び出していくわけですけど、まあ、私もあの大学の寮からあの出て自分でね一人暮らししたかった。でこの一人暮らしする時にあの自分一人で自分一人でアパートに住んだらなんとなく もう学校へは行かなくななくっててししまうようよ気がしてたんですねそしたら寮の中に同じようにやっぱり寮から出て一人暮らししたいとただ一人暮らしをし始めたら何となく自分がだらけてダメになってしまうような気がしてた人が他にもいてそれでそういうニーズが一致してですねあのものすごい仲が良かったから一緒に住んだわけじゃないんですけれども大学時代の寮にいた。 あの別の同級生とじゃあやっぱり自主トリらししたいというかね寮から出たいよなとだけれどやっぱりこれ寮出たら俺らだれるよなというところであのじゃあ一緒に住もうということでですねアパートを借りてそして2人で家賃を折半してそして住んでたわけです。2DK っていうんですかね2部屋とダイニングキッチンがあって。 でそれで住んででん全部接班です。まあ私の同級生が彼がテレビを買ったら私はビデオデッキを買うとかなんかそういう風にして2人で大学生男2人でですね共同生活をしながら、えー、お互いねちょっと君だれすぎじゃないとかね学校行かなくていいのとかあのそういう風にしてちゃんと大学を成就するようにね、えー、卒業できるようにお互いをいい意味で監視し合いながら住もうとじゃないかと。 ということで,です、ねえー、実は大学の3年生4年生を過ごしたんですけれど彼がねとっても社交的な人間でまあ、友達が多いんですよそれでカラオケ行ったり大学のサークルに入ったりしてそれでもういろいろとあの楽しいことをワイワイガヤガヤとやってで友達連れてきてねあのアパートで。 ご飯食べたり、でそういうい時私作る係で私も一緒にそこに入れていただいたりするんですけどやっぱりねあの私はどちらかというと友達の関わりも楽しいんだけれどももう悶々と将来のことを悩みながら大学時代過ごしてたのではた、まあ、から見たらそう見えなかったかもしれないですけどすごい苦しい大学生活を送っていたもんですからカラオケ行ってもなんかねこう。 誘われてて合コンに行っても、今でいう合コンみたいなね、今思えばそういうところ行っても楽しいんですけどどこかで自分はこんなことしてていいのかなとかねなんかそういうクソ真面目に本当の真面目じゃなくてあの中途半端な真面目な状態で行ってでそういうのはやっぱり周りの人からもわかるわけですよねあの付き合いが悪いっていう感じに取られたんだと思うんです。が、私の場合は声をかけてくださる人が 友達を通じていたんですけれどでもそこへ乗っかっていかなくてねで空手道場行ったりバイトしたり自分でトレーニングしたりまあなんとなくとっつきにくいやつっていう雰囲気を多分自分も醸し出してたんだろうと思うんですけどでも私は一緒にこうカラオケ誘われて行ったりボウリング行ったりスキーに誘ってもらってそれ一緒に行ったりそれも楽しいんですけれどもなんとなく彼らとの彼らが悪いわけじゃなくて。 私はこんなことしてていいんだろうかとか何だろうここは自分の居場所なんだろうかということをもんもんと思いながらいたという大学生活を送っていましたでもその本当にこう,楽しそうにししててていいる友達を見てて羨ましい部分もあったわけですだからこう少し雲文さんとは状況違うかもしれませんけれどもいつも一人だったっていうね孤独感っていうのはもう私の場合はずっと前からもう高校より前からありましたね。 もっと前かなはっきり言葉にはできませんでしたけれどどこも自分の居場所じゃないというような苦しさがもうとにかくあったということなんですよ。<music> まああれから20年経ちましたけれど私は今になって思うんですけれど あの時ああいう複雑な心境であの20代を過ごしたっていうことは今の私にとってはよかったなぁと思うんですおそらく私のそういった態度が周囲の人たちには気を使わせたりとかいろいろちょっとこうまあ他の人たちにはねどう映ってたかはわかりませんけれどもあのワイワイやりたい時期にそれを羨ましく思いつつも ある程度の関わりはもちろん持ちつつもでもものすごい苦しい葛藤の時期をあの時に過ごしてたということが今に確実につながっているこれはもう間違いがないんですでどういう点においてよかったかって言ったら友達と楽しくやる仲良くやるっていうのももちろんいいんですけどこれがね友達と本当に楽しくスパンと遊んで そしてまた自分で、自分の中で自分を練っていく自分のやらなければいけないこと自分がやりたいこと勉強すべきこと習得すべき技術習得すべき知識これもまた膨大に時間がかかるのでこれをですねこう自分の核を作っていくための時間とエネルギーというものをどこかで確保しなきゃいけない。でこれれがあのきちんとけけじめをつけられて でできれればいいんでしょうけれども、まあ、当時はねそんなことをはっきりわからないまま悶々とこっちの付き合いもこ自分もっていう,こう中途半端な中ででもどっちかというと8割こう今思えばですねかっこいい言い方をすればこう自分に向き合って自分の中で自分が学びを深めていってたということが8割だった。 自分の意識の中ではねで、これがその10年後、20年後、じわじわと聞いてくるわけですだからこの学生さんの時期ね大学っていうのは当然友達と遊びに遊ぶために行くわけじゃないんですよそれもひっくるめて大学生活で勉強だっていうこともありますけれどもでもやっぱりその大学の時期に友達とわいわい楽しく特定の親友でって言ってそことずっとつるんでても しかもそれがまた小学校の時からの親友とずっとつるんでてもその新しい世界が開けてこないわけなんですねですから逆にそういう時期が必要なんですでそれが修行なわけですねだから修行道場というのはあえてこの都会の誘惑の多い喧騒の中にその道場を構えず人とと離れた場所でですねでも社会との関わりを 全く立つということではなくその修行道場というのお寺をまあ作られたわけです。で熊本さんの問題は、えー、今ご自分でね自分のことを分析してるんですが友達とワイワイ仲良く親友とかいうものが必ずしも今の時期に必要かっていったらそれを無理に作る必要はないですよ。だけれども やっぱりね、人との関わりっていうのはどこかで意図して作っておいた方がいいけどこの関わりがなくなりつつあるっていうことを人と話したりということすら苦手になりつつあるっていうことを自分で問題視してらっしゃるで私もそこは問題だと思うんですだからアルバイトでも何でもいいけれどあの必ずしも親友とか友達っていうことを求める前にねあの人との関わり 自分が今アパートに住んでらっしゃるか実家に住んでらっしゃるか分かりませんけど近所の人との会話をしたりとかそういうこともそういうことを大事にはしてほしいんですこれがなくなってしまったら本当問題だと思います社会の中で関わりをちゃんと持ちつつ自分を修行していくというのはこの学生時代なのでこれが社会人になった時に大きく差をつけるのでぜひねこれはやっぱり両方器用にとは言いませんが 多かた自分の中で自分のなすべきことっていうことを何だろうって言ってそれをな思い悩むこともまた修行なんですけどそれをやりつつ周囲の人との関わりというのが友達を含め全くなくなってしまうというのはどうやって口を聞いていいか分からないどうやって謝っていいか分からないというこの人間関係についての学習ができなくなってしまいますからねですからこれは持ってください。ね、だからあの私もこう 大学時代は深い付き合いっていうのは友達となかなかできませんでしたけれどでも自分の住んでいる近所の人にですねあの実家からみかん1箱送ってくればそれをあのアパートの隣のご夫婦のところへ持ってってこれちょっと田舎からも持ってきたので出て渡したり駅からアパートまで来る途中の畑のおじちゃんおばちゃんとか夏とかねなんかあったら私もジュース3つ。 買って二つを畑のおじいちゃんおばあちゃゃんんばあに知らない人ですよでも毎日通るので、ね、あの渡してで今度また別の日にそこ通りかかったらご自分たちが作った大根くださったりとか人参くださったりとかあのそういう関わりはあの持ってました。でやっぱりこうそれは社交的ですね積極的ですねって言われるかもしれませんけどそうじゃなくてやはりこう大学生 で学校、ね、行かなきゃいけないで住んじゃうじゃないですか、ね、で部屋の中で一日こもってゲームやってればゲームやってるで住んでしまうんですよ時間過ぎるんですそれで。でそうなってしまいがちな自分というものもあったのでこれはまずいこれはまずいとやっぱり人様との関わりを自分が全く絶ってしまってできなくなったら私はどうやって人に。 会った時に挨拶したらいいのかどうやってうまいこと人間関係がいかなかった時に謝ったらいいのかっていうことすら忘れてしまうんですよ。だこれはまずいということでそんなことしてたんだと思うんですどこかでその社会とのつながりを全くなくなってしまう自分を恐れてねそれでそんなに深く面倒くさい付き合いにならなくても住む近所の人とか地域の人とかっていうところと なんかね人肌恋しいじゃないですけども人恋しくて人と関わっていなければいけないとも思ってそういうことを多分してたんだと思うんですでも私の大学時代の付き合いってそんなもんですそんなもんですでもいつも自分の中に誰かと深い付き合いをしたらうまくいかないという深く付き合えば付き合うほどいつかこの仲のいい関係が終わってしまうんじゃないかという怖さがあったりね もうそんな感じでした、もうめんどくさい大学生でしたけれども、なので熊本さんには一つねあの問題として自分がこのままではいけないんじゃないかと思って私に質問をくださったんですけどこれは今私が申し上げたようにベタベタと深い大親友って言われる,言えるような友達がいないにしても人との関わりはきちんとやっておくべきだと思います ご両親との関わりもそうですねそれは今度自分が就職したりした後大学卒業した後も響いてきますから決してこの人付き合いが苦手ですというところへ逃げ込んで人様との最低限のお付き合いのマナーとかねルールとか人と関わるということが習慣としてなくなってしまうというのはよく,よくないことなので、まあ、ぜひそこは保ちつつ処方箋です。処方箋はは、えー、さんは まさにね、大学という場所に行きながらこれは修行期に今入ってるんだということで自分が今ある環境の中で自分が今得られる知識の中で情報の中でこれはって思うものをやっぱり一生懸命時間をかけてやることですそれがどんなことであってもいいので。ただし 学生という優位性ねこれは時間なんですよ社会人の人に比べて時間がやっぱりある。でこの学生といってその自分が習得すべきことに避ける時間を無駄にしてはいけない。ですから友達はいつでもででもきるんですそしてまた自分が自分の何か身につける。 将来、飯を食っていいかかななきゃいけないですからねそこへ必ずしも結びつくかどうかわからないけれども自分がこれはと思ったことを一一倍時間をかけてやっていくでそういう中からねまたくまモンさんのうんなんかちょっとこいつ変わり者だけれどもすげえなとなんかちょっとこいつ変わり者だけれども魅力的だなという魅力ができてくるんですよ。でこの魅力が人間としての魅力が磨かれてない人は 仕事をやったってやっぱりダメなんですね。当然ですね。で、この人間としての魅力というものを作っていく、練っていくというのが、まあ、練っていくっておかしいね。それができていくんですよ。そうやって自分の時間を何にどれだけ費やすかによってね。なので結論を言いますと。大学時代は友達とワイワイ仲良くやることが 本分ではないで幸いにして友達があんまりいないのであれば悩み苦しみながら自分の感性を持ってね素直に開いて興味のあることにとことんやっぱり打ち込むもう22歳でしょだから大学卒業ももう間際なのかもしれないですけどそういう時間として少し寂しいけどね修行期を捉えてください。 でいつかそれは熊本さんの魅力になって必ずねまた友達がそれも深い友達ができてくる時期があると思いますなので社交性というものもちゃんと保ちつつそして自分の練るべきものを練っていくこれが私からのアドバイスです何とかして友達をとか何とかして恋人をってあがかなくてもいいです 熊本さんが魅力的な人になったら必ずね魅力的な友達が後々出てくるものなんですよだから一生涯を通してずーっと親友って言われる人がいつもそばにいてっていうそんな人の方が少ないんじゃないかなと思います少なくとも私はそういう人はいなかった、うん、けれどもそういう学生時代を過ごしたことによって今普段ベタベタと付き合う友達はいません けれども、本当に私が困った時北海道から助けに来てくれたり逆に私も九州に助けに行ったりまた海外の方から助けてくださったりまた私もまたその人が一大事っていう時には海外にでも出かけていくてそのような関係ができてくることになりましたでもそれも全部今思えば学生時代ああいう苦しい時期を過ごしたから ということは今、確信を持って言えるところです、えー、どうぞ、これからもうね、学生生活もおしまいそして就職というところへ社会に出ていくという間際に熊本さん今、あると思いますぜひね、あのそんなことで自分の魅力ここへ向き合うのが今の修行期だ、学生期だそれが学生の本分だということを 心の片隅に留めて学校生活に励んでください応援しています